カットバセボールチャンネル。熱湯甲子園。さあ、上条さん。はい。今回もベストナインを考えていこう。はい。47都道府県編でございます。はい。さあ、今回は、群馬県の、群馬県ね。ベストナインを決めようというところでございます。ここも強豪校いっぱいありますから。多いですよ。今年の春が、高崎健康福祉大学高崎が、優勝しました。はい。盛り上がりまくってる県でございます、ね。いやー、でも群馬はね、骨太のチームが多いね。はい、なんかこうね、しっかりしてる。確かに。甲子園出てくると、県外高崎もそうだし、はい。前橋育英なんかもね、はい、強いし強いですね、はい、今回群馬県ということでございまして考えていきましょう、はい、今回も1塁、2塁、3塁、ショート、外野手、キャッチャー、ピッチャーの順番でいきましょう、はい、わかりました、はい、まずファーストファースト、はい、僕は県大高崎の山下幸太、私もです、あ、ほんと？はい。おー！これでもうやっぱ山下選手になりましたね。ねえ。やっぱもうこの強打で、まあやっぱね、あの満塁ホームランの印象もありますし。うん。池ちゃんこれ、群馬県のファーストで被るってだいぶやってる。いや、そうですよね。そうですよね。いっぱいおるよ。いっぱいいる。いや、あまたいますね。いや、まあまあ、でもね、山下選手はね、はい、まあ大阪の羽曳のボーイズなんですけど、はい、そっから、まあ、群馬の県大高崎に行って、はい。確かあれですよね。なんかその、足を使って野球を学びたいって言って来たんですよね、県大高崎。足を学びたい。足を学びたいというか。足を学びたい。まあ、やっぱりまあ、軌道破壊のイメージがすごい強かった。確かに、当時はね。はい、あ、山下選手、いい選手ですよね。いい選手です。ですけど、はい、続いて、セカンド、はい。セカンド。これ、かぶんないように。これ、かぶんないと思いますね。僕は、県大高崎の小沢修平選手。うん、あ、小沢さんね。小沢さん。小沢さんが軌道破壊からこのバッティングの方にこう移行してあの打ちまくった時に、はい、もうあの時のもう超主力メンバー片手でホームラン打ってましたからね。そうかあの時出てない子でも10本以上ホームラン打ってるとかね、はい、とんでもない打線を組んで、打線なんか200本打線やったね。そうっす、チームメンバー全員で200本超えてるっていう。あ、小沢さんね。はい、小沢さんちょっとね、セカンドで入れました。なるほど。はい。私もね、県大高崎なんですけど、はい。覚えてますかね、相馬優斗。相馬選手って、いつの選手？2017年ぐらいにおったと思うんですけど、はい、めちゃめちゃ高打の選手で、はい。大学が法政行って、俺今多分社会人でやってると思うんですけどね。あの、東ガスかな。あ、東ガスか。うん。いい選手やったっすけどね。セカンドの率もある選手で、前の方でも使えるって感じですかね。そう。1番とかね、3番打ってたんですよ、ね。あ、なるほど。いい選手。サード、前橋育英の、荒井選手。おー、かぶりました。あ、かぶった？かぶりました。嘘。あの、監督さんの息子。そう。次男ね。うん。ああ。親子高の。そう、親子高の。やっぱ優勝キャプテンですね。そう。優勝キャプテンっていうのもあって。はい、かぶった。あ、これは話だね。1、3塁かぶるか、これ。群馬の1、3塁。1、3塁は結構すごいですね。うん。ショート。はい。俺はまたちょっと、県大高崎になるんやけど、湯浅大。ああ。ショート。ああ、そうか。湯浅。いいですね。いいとこ、あれもね、下級生からレギュラーショートで。めっちゃ、ああ、いいラインですね。ああ、なるほど。湯浅がいたか。はい、僕は、ショートで、桐生大地、小島修平選手ですね。優勝メンバー、時期ね。はい。そうか。っていうところですよね。うん。ちょっと一旦置いとこうか、これも。保留。いい選手同士やから。二遊間保留にしておきましょう。はい。で、外野行きましょうか。外野。はい。外野ね、一旦、前橋育英の丸山。はい、前橋商業の俊太、後藤俊太、はいはい、県大高崎の平山か脇本で迷ってます。私、前橋商業後藤俊太。かぶった。心得るね。で、県大高崎の、高山選手。ジャパンの？そうです。もともと外野手だったんで。ああ。上毛三山の人。上毛三山の人ですね。大学ジャパンとの試合でも日本ヒット。そうです。まあ本当に期待されてる。ああ、なるほどね。はい。うんうん。で、もう一人は、県大高崎脇本選手です。あ、脇本かぶったな。俺ね、丸山、後藤、平山で。はい。ほんで、これまた直前に脇本おったかな、思って。いや、そうなんです。いや、これ。脇本、おばちゃん、おじいちゃんとね、一緒に暮らしてる、ね。そう。おじいちゃん、おばちゃんと暮らしてるからベストナインってわけじゃないですけど。違う。違う。親孝行ジャパンを作るわけじゃない。違う。
いや、でもね、このね、平山選手に関してはね、盗塁記録をね、はい、甲子園の8盗塁っていうのを記録を作ってて、確か。あ、そうか。で、ここで、前橋育英の、この丸山選手が、それにタイで並んだよ、確か。いや、そう。丸山選手は、覚えてますね、はい。この、そうやろ記録の。だから、その丸山選手の前に8盗塁してたんが、平山やね。あ、そうか。だからこれ、脇本と悩んだけど、平山と丸山二人追って、これ1、2番形成したら、もう走りまくるやん、これ。確かにそうっすね。こう、もう甲子園の盗塁記録が二人。しかも後藤俊太めちゃくちゃ速いですからね。あ、そうか、後藤俊太もおるし。はい。まあ、俊太確定で。いや、でも確かに丸山選手いいっすね。まあ、もちろん平山選手もですけど。まあ、高山に関しては25年後にする。ちょっとまだ早、ノンヴィンテージの可能性ありますね。うん。ちょっと一旦置いとこうか。置いときましょうか。ほんなら、丸山か平山か脇本。うん。だ脇本選手、池ちゃん被ってるし、まあ脇本する一人。にしてもいいですか？うん、ええよ、全然いいよ。俺も脇本。ほんなら、平山か丸山やな。平山、丸山。僕的には、ほんと若干ですけど、丸山選手欲しいかなって感じなんですけど、ね。あ、ほんと、はい、ほな、丸山。まあ、丸山選手プロでね。まあまあ、そうですね。はい。頑張ってるから。な、丸山選手しましょうか。いいですか。丸山。で、キャッチャーいきますか。いやー、どうしよう。行こうか、これ。はい。キャッチャーはね、健大高崎の、箱山。うわー。箱山ね。いやー、うん、なるほどね。箱山、うん、春人選手かな。うん、春人選手。うん。3人迷う。一、まあ、人が箱山選手、一、うん、人が松井雅人選手。あ、松井雅人な。はい。で、柘瀬名。あ、柘瀬名ね。柘瀬名。いや、僕もね、柘瀬名と箱山を迷ったんですよ。はい、でも、柘瀬さんってもうプロ野球選手で、はい、ただね、俺失礼ながら箱山の方が上かなと思ったんですよね。高校時代の箱山と柘瀬名を比べたら。確かに。箱山かな。僕なんか今ちょっとまだ若いかなって言葉に引っかかりすぎて箱山選手ちょっと入れるか迷ったんですけど、うん、全然箱山選手入りますね。25年後経っても箱山じゃん。箱山選手なんだ今の。いやいや、味わったん。味わった。なんか ワイを喉を流れていくような感じが。箱山を味わ。箱山を味わ。霧の箱山で、ね、開けて。霧の箱山開けて。いきました。25年後もその。そうですね。変わらないですね。いや箱山。間違いないですね。箱山選手、ね。箱山選手する、うん。若いけど。いいんじゃないですか。ほな箱山選手しとこう。群馬のキャッチャー、うん、それぐらいのやっぱり印象はあったね。いや、箱山選手、ね、いや本当にもう向こう10年ぐらいこれを超えるキャッチャーなかなか出てこないんじゃないかぐらいの選手だと思います、うん、はい、じゃあ最後ピッチャー。あ、ピッチャー、はい、私は、はい、桐生大地の正田いつき投手にしましたね。はい、私は前橋育英の高橋コーナー投手。いやー迷ったね、そっちか。そうなんですよね、優勝。優勝というあれで言うならばと、あと前橋高校の松本実さんだレジェンド完全試合してるからね、甲子園で。そうですよ、松本実さん記録で言うならば松本さんですからね。そう、でもどっちも全国制覇ピッチャーで。そう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 。いや、でも確か、翔太さんの時また他のピッチャーも市場さんとかね。あれは一個上？いや、下下下。下下市場さんとかは下やねんけど、やっぱあの翔太いつきの、あの、岡山リライフ属との決勝戦、もう14点ぐらい取って、はい、普通大味な試合になるかなと思うんやけど、岡山リライフ打線バチッと抑えて。そうですね。なんかすごいいいピッチャー。確かに翔太さん。ドライチでしょ？ドライチです、はい。ね。コーナーもドライチか。まあそうか。これまあ難しいっすね。ほんだらもうセカンドショート決めようか。はい。セカンドじゃない。僕は小沢修平選手です。小沢さんしますか。ほんだら小沢さん。小沢さんで。やっぱりちょっとホームランバッターね。はい、ですか。小沢。小沢修平。修平さん。はい、弱さ大でいいかもしれないですね。え、池ちゃんショート誰やったっけ。僕小島修平選手。小島だ。弱さ大は確かにいい選手ですよ。これ弱さ行く？行きましょうか。湯浅。湯浅。で、あとは。あとは、ピッチャーです。あ、ピッチャーか。はい。いやー、難しい。紙で言ったら一番伸びたのは高橋コーナー選手ですね。まあ、カラオケうまいんで言うたら正代付き役なんだ。もう野球。ものすごいうまいね、カラオケ。それぐらい比べようがないから、他の競技で比べられる。いや、難しいな、でも。難しいけど。印象は残ってるで言うと、やっぱ正代付き選手かな。高橋コーナー。今もやってるしな。でも、2年じゃないですか。
高橋コーナーはね。そうですよ。いや、これ難しいなぁ。正代付きさんにしときますか。正代付きで。こっちで小島さん。はい。ちょっと昔の人もね、こうバランス的に。そうですね、はい。行きましょう。正代さんにしましょうか。はい。はい。はい。ということでございまして、1塁、山下幸太選手。うん、で2塁小澤修平選手、はい、3塁新井海斗選手、はい、ショート湯浅大選手、はい、外野が丸山和人選手で、はい、後藤俊太選手、はい、で脇本直人選手、はい、でキャッチャー箱山春人選手、ピッチャー正代樹投手、はい、となりました。はい、うん、悪くないですね。いやー、走れるねこのチーム。走れますね。なぜなら健大高崎が多い。いや、まあ、確かにね。で、まあでもそれでいてバッティング強い選手も多いですしね。なんか正田とね、箱山のバッテリーは見たいね。確かに。ここのバッテリーね。例えば高橋投手だとしても、うん、箱山くんだったらうまいことリードしてくれそうな感じもありますしね。そうね。まあキャプテン箱山なのか新井なのかというところですね。あ、難しいですね。難しいとこなんですよ。どっちなってもいいですしね。そのダブルキャプテンでもいい。ダブルキャプテン。うん、でもまあ本当にすごいバランスいいチームだと思いますし、とにかくこのチームで分1秒でも長く野球をやりたいというね。なるほどね。はい、という形で群馬県のベストナインはこのように決まりました。野球を仕事にしませんか？かっ飛ばせボールアカデミーでは元プロ野球選手のコーチを募集しています。みんなの経験を生かして未来の甲子園球児、プロ野球選手を一緒に育てましょう。